実はね、これ、動画を作った後にちょっと、撮ってます。動画の本編中でちょっと説明不足な部分があったんでね、ちょっと最初に補足しておきます。今回このカメラをね、紹介するんですけども、目測ピント合わせっていうね、ことを説明に加えてなかったんで、これ目測ピント合わせっていうのは、被写体までの距離を大体でね、考えて、で、この距離計でピント、山間で合わせるっていう方式のカメラになります。で、さらにね、このカメラ米軍の占領下で、作られたカメラ、でしてね、この距離計がね、メートルじゃなくてフィート表示なんですよ。で、1フィートっていうのは1フィートで 30.5 センチなのかな。で、これ最短撮影距離が3フィートなんで、90.15センチ、91センチ5ミリ、から撮影、最短で撮影できるという、まあ、ちょっとね、目測ピント合わせの中でもフィート表示でややこしいカメラになりますんで、もしこのカメラね、気に入って、僕の動画見て気に入って買って、で、こんな使いにくいのでちょっと最悪だって思ったでしたらまずいんで、ちょっと説明を追加させていただきました。この後に、本編というか前置きから始まります。すいません。じゃあ、前置きから、ご覧ください。それでは、お楽しみください。はい、中年オタッキーです。台風3号が接近してる中、関東に向かって、まあ、走ってるんですけど、ここね、富士川の、サービスエリアになりますけど、ちょっと、明日はね、楽勝の仕事なんで、ちょっと寝れますんで、動画作っていこうかなと思います。今週ね、週明けに1本動画作って、その時にもう1本時間があったら作るよっていうこと言ってましたね。動画を作っていこうと思います。今日は、ちょっと前にもお話ししましたけどね、こいつのねカメラの紹介です。これオリンパス35っていうカメラになります。すっげえ古いカメラです。それでは、本編スタートしていきます。このカメラですね、たまたまちょっとヤフーオークションでね、カメラ5台セットっていうやつの中に入ってて、すごく安く仕入れることがあって、5台で500円だって、まあ、これ1台100円だったって話ですけど、で、このカメラが、発売された、第1号機が発売されたのが、昭和23年らしいです。で、僕が持ってるこいつはね、この中でも、オリンパス 35-4A っていうタイプで、ちょっと後のタイプになりまして、昭和28年ぐらいに、発売されて、28年から29年、1年間ぐらいしか発売されてないっぽいですね。で、終戦直後ですからね、物がなかったっていうのがよくわかるんですよ。バージョンによってね、シリコンちゃうわ、シンクロ端子があったりなかったりね、シャッターのメーカーが変わったりとか、まあいろいろありますし。で、これね、僕のカメラはメイドインジャパンって、うっすら、ここにね、メイドインジャパンって書いてあるんですけど、一番最初の頃にね、発売されてた、初期型のやつはね、メイドインオキュパイドジャパン。占領下の日本で作られたよっていうね、表示が、書いてあるみたいですね。で、その、オキュパイドジャパンが書いてある、カメラはなんか、コレクターズアイテムになっているで、かなり高値になっているみたいですけど、こいつはね、ヤフーオークションとかで見てもそんなに高値になってないですし、中古カメラ屋さんでね、しっかり動くやつでもね、1台8000円ぐらいで買えるんでね、もしね、気になる人がいたらね、使ってみたらと思います。でね、写りは案外いいんですよ。操作としては、このでっかいダイヤルが巻き上げればなんですね。で、巻き上げればが止まったら、シャッターをチャージします。で、シャッターをチャージ。これがピントリングですね。ピントリング。で、シャッタースピード調整ダイヤル。その後ろにすっげえ回しにくいところにね、絞り調整ダイヤルがあります。で、シャッターを押すと、で、シャッター切れるんですね。で、ここにレバーがありますけど、これ、ADR とあります。A はね、多重録音モードです。これにしとくと巻き上げせずともね、何度もシャッターが切れます。あれ？違うわ。A が通常撮影モード。ごめんなさい。
で、D が多重録音モードか。何度でもシャッターが切れる。何度でもシャッター切れますね。で、R はフィルムを巻き上げる時のモードです。撮影は関係ないですね。で、まあ、撮ったの 35mm フィルム1本撮ったんですけど、巻き上げのレバーというかダイヤルがちっちゃくて、もう手が痛くなって大変でした。うわーみたいな感じで巻きましたね。で、フィルム質はどうなってるかというと、まず、これを緩めたら、裏蓋が取れます。で、こちらがパトローネで、こちらがフィルムですね。パトローネをここにつけて、フィルムを巻きつけて、で、何枚か取っ、巻いてから、この蓋をね、上手に締めるっていう形になります。この、裏蓋が外れるっていうのは、オリンパスペンの初期型とか、オリンパス E、ペン E の初期型とかも、似たような構造ですね。一番、まあ、簡単で合理的だったんでしょうね、これがね。で、写真をとりあえずね、撮ってみたんですよ、フィルム1本ね。その前にレンズがねかなり曇っていたんで、レンズを分解して、で磨きましたけども、後ろ玉の曇りがね取れないっていうか、もうガラス自体が白く曇っちゃってるんですね。で、調べたらね、オリンパスの古い随行レンズっていうのはね、そのガラスがね、白く発火するのがね、よくあるらしいです。で、発火してない、ものは奇跡って書いてあるぐらいね、よく白くなる、濁るみたいですね。で、僕のもね、しっかり、まあ、発火してまして、で、結構頑張って磨いたんですけど、全部は取れなかったです。まあ、ギリギリね、まあ、使えるかな、どうかなって感じで、撮った写真、まず3枚、ご覧ください。はい、3枚見ていただきました。ピンボケだったり、光線かぶってたり。まあね、古いカメラで撮ったらこんなもんですよ。と言いたいところですけど、レンズを分解したときにね、実はこの、これ前玉回転式なんで、ネジを締める場所をね、最初間違えてたんですよ。で、それに気がつきましたね。このカメラの写真をね、最初、スマホのカメラで撮って、ほんで、再び行って、あれ位置が違うと思って、で、これ途中まで撮ってね、まあちょっとピンボケな写真でもちょっといい感じだったりもするんですけど、組み直しました。で、組み直してね、撮ったベストショットが次の写真になります。どうですかこの写真。まあ今ここ出してるんですけど、実はね、実はちょっとフィルムにシワ入れちゃった。ごめんなさい、せっかくいい写真撮れたのに、フィルムにシワ入れちゃって、ちょっと筋が走ってますけど、ね、自分で現像してるんでね。ね、これ、レンズ曇っててこれですからね。これ新品のレンズだったらどうだったんでしょうね、このカメラの写り。相当なもんだったと思いますよ。でね、これがね、昭和23年に設計されたカメラで、で、昭和28年に製造されたカメラなんですよ。でもカメラの進化って一体何なんだって話になっていくんですよね。こんな古いカメラでこの写真撮れるんですよ。で、まあ、もちろんね、その現代のフィルムで撮ってるっていうのもあるかもしれないんですけど、このカメラすごいですよ、はっきり言って。で、この、なんていうんですか、撮っててすげえ楽しいです。まずね、かなり注目されます。なんだあれみたいな感じでね。このカメラ何みたいな。で、なんかね、この一つ一つの作業がね、楽しいんですよ、俺。このね、ちょっとね、お金にね、余裕があったら、カメラ屋さん行ってね、ちゃんと動くやつが、カメラ、中古カメラショップありますんでね。ヤフオクのはね、ちょっと微妙なやつが多いです。フィルムが厚版がなかったり、このカメラも実はフィルム厚版なかったんですよ。フィルム厚版っていうのはね、これなんです。これね。これね、
キャノンの、デミっていうやつから、部品取り機から撮りましたけど、まずね、このカメラですね、初期型が販売された時はね、35mm フルサイズじゃなかったんです。35mm フルサイズのカメラのことをね、古い人ではライカ版って言うんですよね。ライカさんがね、作った、24×36 のサイズをね、ライカ版って言うんですけど、それに対してね、日本光学、いわゆるニコンですね。ニコンが提唱したね、32mm、24×32 っていうね、日本版っていうのがあるんですよ。で、このカメラは最初ね、その日本版で作られて、で、占領軍 GHQ の指導でね、36mm にしなさいと。スライドマウントにも使える 36mm にしなさいっていうことで、36mm に途中から設計変更したみたいでね。で、32mm のカメラに、36mm のサイズにしたもんで、この辺がちょっと狭いわけです。狭いんでね、フィルム厚板のサイズもちっちゃいんで、この、僕はね、その、ハーフサイズのデミのね、厚板を、入れて、あ、ちょうどいいやと思って、口金が合うんで使ったんですけど、まあ、このカメラのフィルム厚板、実はこの、オリンパス 35-4A っていうのはね、ガラスでね、フィルム厚板を作られてるんですね。で、ガラスが割れちゃって、フィルム厚板がないっていうカメラが結構存在すると思います。だから購入の際にはね、その部品がちゃんと全部揃っているか、シャッターが動いているかとか、そういうのを確認してください。で、オークションで買うよりはね、中古カメラ屋さんでね、しっかり動くやつを買った方がいいと思います。で、結構な台数がね、出回ったみたいでね、結構見かけます。で、非常に撮るのが楽しいですし、まあ、ご覧のように写りもいいんです。で、まあ、白く濁ってるレンズだと、カラーはちょっと期待できないですけど、で、白黒で撮った場合だったら、今デジタルの時代ですから、パソコンに取り込んでね、コントラストを上げたり、濃度を上げたりできてね、白くで曇ったレンズでも十分いい写真になるか、今回は調整してないですけど、なる可能性もあります。で、非常に楽しく撮れますし、目立ちますしね、アンティークでね、飾りとかにもいいと思いますよ。だから、動かないやつを買って飾りとかもいいと思います。だいたいね、オークションだとね、3000円前後で売られてることが多いですね。私はたまたま運が良くてね、安く手に入りましたけど。で、非常に重たいです。ダイキャスト製なんですよね。まあ、今のね、プラスチックカメラばっかり持ってると、ずっと撮ってると、疲れるかもしれないです。で、ストラップをかけるとこがないんで、ここにネジで留めてね、ストラップをつけるのを工夫したり、本当にね、本格的に使う人は、そういう使い方をした方がいいかもしれません。今日のカメラ紹介は、こんな感じです。で、次の動画なんですけど、まあ、前々からニコン D100、D100 って言ってるんですけど、もう天候が悪かったり、時間がなかったり、同僚引っ張ってたりで、まあ、いろいろでね、予定が狂いまくってて、で、カメラの紹介ばっかりになっていってるんで、それもどうかなと思って、次の動画は、印象的な写真の撮り方っていうやつをずっとやりたいなと思ってるんですけど、チャンスがなかなかなくて、まとまればその印象的な写真の撮り方、初心者編ですけど印象的な写真をね、撮るためにどうしたらいいかっていうのを、もしまとまればやります。で、もしまとまれば D100 のニコン D100 の動画になるかもしれないですし、もしどっちもまとまんなかったら、ペンタックスのSPO135 の紹介か、こいつかな、ヤシカハーフ17の紹介か。まあ、ネタはね、もう相当たくさん転がってるんですね。で、どれにしようか悩むけど、時間がかかるやつはなかなか、うまくまとまんないなーって、ちょっと苦しんでるところです。で、まあね、やりたいことっていうか欲張りすぎてるのもあるんですけどね。実はね、ちょっと前回の動画でも紹介しましたね。プロカメラマンのね、中田智和さん。長野県のね、塩尻市でね、フォトライブっていうね、会社をやっている人と、ちょっとね、お声がかかりまして、二眼レフをやってみないかということで、で、ツイッターとかではね、もうつぶやいてますけど、とりあえずね、1台仕入れました。これ511円で落札したね、プリモフレックスっていう、これね、これなかなかいいですよ、これね。こ
これね、これ僕ね、二眼レフカメラってね、なんでルーペがついてるんだ、これ押したらルーペカチンって出ますけど、なんでルーペが出てる、で、ついてるんだろうと。これルーペがなかったらピント合わせできないさっき言って。もう無理っすわ。ピント合わせはかなり困難です。でね、フィルム室がね、こんな感じで、開いてる、このでっかいフィルム。これね、6×7 かな。6×6 かな。120サイズのフィルムになります。でね、ちょっとカメラをやってる人であればわかると思うんですけど、センサーサイズがでかい方が画質は基本的に綺麗になります。まあ、一概に絶対とは言えないんですけど。で、特にね、背景ボケがね、生きた写真を作ることができます。例えばこれレンズ固定式なんですけど、通常レンズってね、フルサイズだとね、標準レンズだと 50mm。で、APS-C とか APS カメラだと、標準レンズは 35mm ぐらいになってくるんですけど、こいつ 75mm がついてます。75mm のレンズってね、もうフルサイズだとポートレートレンズになるんですよね。で、ズバリね、背景ボケが出るようなね、レンズが最初からついてるんです。で、そんなわけでね、開放 F 値も 3.5 ってちょっと暗めなんですよ。それでも十分ボケるってことなんです。で、結構ね、中田さんの話では、中田智和さんの話ではね、結構適当に撮っててもいい絵が出ると。でもすごい期待してるんですね。すごい期待してるんですけど、このカメラ、このままではちょっと使えないんですよ。すごく安かったんですけど、フィルムカウンターが壊れて、まあ、このままでも使おうと思ったら使えるんですけどね、フィルムカウンターが壊れてて、これが回りっぱなしになっちゃって、まあ、ここにね、ここに赤窓っていうのがありまして、ここでフィルムカウントをすれば使えることは使えるんですけど、このまま使ってみようかな、どうしようかな、ちょっと悩んでるんですけどね。実はね、ほんでね、中田智和氏の行為でね、ヤシカフレックスの C 型っていうのね、いただくことになりました。いただくっていうか貸していただくんですけど、で、このカメラはとりあえずなんて言うんですか、私の、カメラ整備をするための、なんて言うんですか、基本情報源みたいな感じで、ちょっとバラしたりしてね、勉強するカメラにします。で、写真を撮るのはね、ヤシカフレックス C 型で撮っていこうと思ってます。で、安く仕入れて、二眼レフを安く仕入れて、ちゃんと直して、将来的にはね、カメラプレゼントに二眼レフが出てくるかもしれないですし、バンバン仕入れててお金がついていかないっていうんだったら安く譲りますとか、そういうのもあるかもしれません。で、完璧にね、修理ができるようになったら、もしかしたら安く修理してあげるって、送料だけで直してあげるとかでもありかもしれません。まあ、直す自信、今の完全、人のカメラを預かって修理する自信はちょっとないんですけどね。で、まあ、そんな感じです。前回の動画でそのデジタルとそのフィルムの対決をやりました。で、もう一回やりますっていうね、話をしましたね。同じレンズ、5D Mark III と EOS 1N で同じレンズを使って、デジタルと、銀塩の対決をしようって話してたんですけど、それにね、ヤシカフレックスタイプ C を加えていく予定です。つまり、フルサイズデジタルと、クラシックカメラ、アンティークカメラのヤシカフレックスを対決させるという、ちょっと面白い企画になっていくと思いますよ。で、中盤カメラでセンサー違う、フィルムですけど、フィルムがでかいですからね、解像度は高いはずです。昭和ね、20年代とか、そのぐらいに作られたカメラと、最新鋭でもないですけどね、2012年までか、売られてた、フルサイズデジタルを対決させる。ちょっと面白いかもしれませんね。で、その時にはまたね、前回、ご協力いただいた、スキャンスタジオ、F11 さんにはね、また、フィルムを送って、スリーブを送ってですね、スキャンしていただこうかなとも思ってます。今日の動画は、ここまで。ちょっと面白かったかな、どうかな、大して面白くなかったかな。こういうね、アンティークなカメラでもね、ものすごく
いい写真が撮れるっていうね。ちょっとカラー写真はこれ濁って、レンズが濁ってるんで望めないですけど。で、今後もね、ちょっと、いろんなフィルムカメラのことを扱っていきますし、デジタルのこともやっていきます。次回はもしかしたら、うまくまとまれば技術的なお話もできるかもしれないですし、印象的な写真の撮り方ね、なんでもないものをね、おっていうね、写真にするための、裏技というかテクニックというか、これもカメラマンやってる人はね、誰でもね、心得てると思うんですけど、で、プロカメラマンの中田さんのね、話じゃないんですけど、前回のね、スキャンスタジオの斉藤さんもそうなんですけどね、結構ね、写真の世界でご飯を食べてる人たちが僕の動画を見てるんだなと思うとね、ちょっとドキドキしてます、最近。こんなんでいいんだろうかとか思いながら。まあ、動画の編集の仕方とかを考えたらね、世界一 YouTube を舐めてる YouTuber なのかもしれないですけどね、超適当にね、動画を編集して、アップしてますけど、でもこれしかできないですからね、僕トラック乗ってるのに時間もないんでね、これしかできないんで、このスタイルは変えないと思います。だから本当はね、撮影してる光景とかね、動画で撮影してて、いろいろやりたいことあるんですけど、一人でね、iPhone でやってるんでちょっと無理ですし、であんまりね、画質がいい動画を長時間上げたりすると、ポケット Wi-Fi なんでパケットが足んなくなって、途中で終わっちゃうとか、そういうのもありますんで、ちょっとご勘弁ください。今日のところはそんな感じです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とかね、だいぶ増えてきてます。もしよかったらね、まだチャンネル登録とかされてない方、チャンネル登録お願いします。で、いいね、押していただけば励みになるんでね、いいねボタンもぜひぜひ押していただければと思います。じゃあ次の動画、ちょっと迷ってますが、何が来るかお楽しみということで、また来週になりますけど、それではまた、ご元気で、また来週。